このゲームには恐怖を与える表現を含まれ、早い。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。どうもタクタクです。月めてそれね、こちらのなんか結構短めの作品なのかな、わかんないですけど、なんか割と30分ぐらいで終わっちゃうかもみたいなことが言ってありましたけど、こちらをやっていきましょう。ちょっとね、まあ、新年ということで新しいゲームを今日はやってみようと思います。まあ、続きのゲームとかもありますけども、じゃあ行きましょう。初めから大丈夫か、コントローラー対応してるかな、これ。私はどうして、おおお、そして急に放送禁止用語。私はどうして、ボイス入ってるんだけど、あら可愛らしい女の子。ここはどこですか、私は誰なのでしょう。お、色欲喪失系だ。この場所はどうしてこんなに暗いのですか。私は暗闇と絵も知らぬ恐怖より好奇心に身を委ねることにしたのです。おはい、おお、こういう感じだ。セーブ、今セーブした。今のああこれね、ちょっと待って、月めてさん、こ主人公の名前なんだ。飽きません。これダッシュとかってできるのかな、これ。あ、ダッシュできるの。あ、でもこれ、あ、コントローラーが対応してないんだ、これ。じゃあまあいい。コントローラーとキーボードを駆使してて、あ、穴があるよ。穴が開いています。はい。で、こっちは開くのかな、赤い扉ですか、絵がかかっています。ほうほうほう。で、ここは暗い扉ですか、絵がかかってます。どこも開いてないね。ここは白い扉です。鍵がかかっています。あららら。どこ？ここも？出口でしょうか？あれ、どこも鍵がかかってんや。あれ、嫌な気配がします。私は決めなければいけません。振り向くか振り向かないか。振り向く。知ってしまえば恐ろしくないのです。何もないことを知ってしまえば。ほう。何のこと？怖い怖い怖い。このイベントが何かキーになるような。ああ、相変わらず声がかかっている。ん？どういうこと？私は逃げなければいけません。はい。逃げろ！なんか落ちてる、その前に。何？これ、調べられた。あ、でも逃げないといけないでしょ？気配が消えました。一体何だったのでしょう。本当に何だよこれは。メモには見つけてと書いてあります。見つけてね、うん、でこのゲームはなんて名前でしたっけ。月めてボスけてみたいなね。ボス助けて、ボス早く助けに来て。でこのネタを知っている人は多分もうね、一握りしかいないと思いますけど、ボスけてもっと続くんですよ。本当はロボピッチャーから出される、何のネタやねん気になる人はね、ボスケテで調べてみてください。出てこないかもしれませんけど、あ、なんかこのあった、あ、矢印がついてる。ん、ん、あ、あ、矢印、あ、ここ開いてんじゃん。開いてない、あ、黒いだけだった黒いだけだったね。あ、開いてない。こ、え、上、え、わかんないけど、下か。うん。手を入れよう。置いたの、ない。どうやらこれは腐った腕のようです。何かを握っています。メモでしょうか。メモには腐って取れたと書いてあります。どこから音がしました。おお、こう、開いてる。走んなくてもなんか大丈夫そうな感じではあるね、でもね。買いかってる。どっか開いたんでしょ、今まで多分。あ、ここ開いてる。おお、広い部屋です。ここには何があるのでしょうか。どういうこと ?L。LOVE。違う !SL。A。ASL。何これ。どういうこと ?U。RV。M、K、いろいろアルファベットが、あ、月ですな。これは月の絵でしょうか。
私の名前はと書いてあります。私の名前は、あ、でも月にも見えるし C にも見えるし、何ですかね。ん、いや、私の名前は分かったんだけど、じゃあ何っていう、だからなんだっていう感じをしますね。この R とかもさ、もう一回調べてみるってこと？ん？ABC、なんか、いっぱい書いてるけど、全部があるわけじゃないよね、これ多分ね。アルファベット。A あった？あ、A あるか。あ、全部あんのかな？どうなんだろう。ここを出る、あれ、で、出られない！あれ？出られないよ。いや、私の名前は、どういうこと？ん？どういうことだ、マジで。ん？これ？違う。何をすればいいんだろう。Y！ あ、T！ いや、T だよ。Y じゃないよ。T だったよ。T！ 私の名前。T！ え？ THE かな？TH ないけど、これ。て、え、何？適当にやっとけば、またこれまた違うブチュってなるんじゃないの？ムーンじゃないんだ。なんだろう。TL、A、お、TS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 ？ 何？まだピンときてませんよ。え、もう分かってるみんな。TSU。なんか今、喉から上がってきた。TSU、す、あ、何？今何だった？今な、ちゃんと見えなかった。TSU、月？あ、本当に月？そのまま？これは私の名前です。でもどうしてだか、それ以外のことは思い出せません。月ちゃん。なぜここにいるのか、ここへ向かうのか、どこに向かうのか思い出さなくてもいいのでしょうか？それとも思い出さなくてはいけないのでしょうか？どちらかはわかりません。が、しかし、知りたいことだけ確かな、意思でした。月ちゃん。鍵を探さなくてはいけません。月ちゃんね。どこ行くの？黒い扉。ここ開かない。もう何もありません。そもそも？なに？先ほどとは明らかに違う廊下の様子に私は驚きを隠せませんでした。ほうほう。ちょっと今、あれですね。シフトキーを長く押してたことによって何か今パソコンのポップアップが上がりましたね。これ何？迷路？あ、何？昆布？な、あ、ワープ昆布だ、多分。ワープコンですね。ワープコンとは。え？あっち行けばいいのかな？あ、またワープ昆布がある、でも。ワープコンがあるから、あそこにワープできる昆布を探すしかないみたいですね、多分。え、なに？あ、来た！あ、でもここじゃん。おーい。目玉が落ちています。ん？あ、逃げなくてはいけません、これはまた。ちょっと待って。目玉。逃げなくてはいけません。逃げなくてはいけません。なんかいっぱいいる気がする。透明でわかりにくいけど。これ大丈夫？いない？いや、こっちじゃないな。やばい。これ挟まれてるの？
捕まったらやっぱゲームオーバーなんでしょうね。危ない。よし、ここ逃げれる系じゃね。オーケー。目玉何使うんだろう。どこからか、どこかから音がしました。おセーブで、アイテムは、アイテムがない。そもそもオプションとは、いやマジか。あ、ジョージダッシュオンにしよう。イエーイ。ここは開いてない。黒い扉が開いてる。ん、一層と暗い部屋です。自分の足元も見えない暗さに私は不安を感じました。まあ何も見えない本当に。あ、何、突然の死。なんか血は踏んじゃダメだよっていうことみたいですね、これは。うんうん、かわしていく。ん、血はダメだよ。わ、チートラップが、血液トラップが多いよ。見つけて、見つけて、見つけて。あなたは誰ですか？どこにいるのですか？見つけて、見つけて、見つけて。教えてくれないとわかりませんよ。いや、それ、文字化けしてるよ。教えてくれないとわかりませんよ。お前が一番知っている。わーおわーお、新年早々、わーお。私は何を知っているというのですか？本当にね。あ、なんか落ちてる。ドロドロした何かが落ちています。ひどい腐敗臭です。また出てきちゃったんだけど、これ。いない？あー、ないね。メニューは開けない。もう一回入ってみるとか。入れないな。特になんか負けるとかそういう感じではない。怖かない。え、消えないね今回はね。え、消えないよ。ん？何？どこかから音がしました。今何が起きたの？解決しちゃった。なんか知らないけど解決しちゃった。こっち開いてないですよね。赤い扉か。次は。赤い扉を。はい。赤いね、確かにね。いや、これセーブしといた方がいいんじゃないの。ここもワープ案件。お、お、なんか、神が。私は、息絶えました。ほう。大丈夫これ、新年早々。ぐ、と、喉が鳴って、締め殺されたってことかな。やっぱね、新年といえば、ホラーゲームですよね。嘘、心臓が止まります。大丈夫？まあ、紅白の赤の部分を担ってるっていうことで。ね、この髪は白いし、めでたいめでたい。思い出しました。マジか。え？これは考察です。まあ、そういうことでしょうね。てか、血出るのおかしくないじゃん。お、これは私です。思い出しました。私は死んでしまっていたのですね。そうでした。私は死んでしまっていたのでした。どうして忘れていたのでしょうか。こんなに大切なことを忘れていたなんて。やっと思い出しました。うわぁ！これから私はどこへ向かいましょう。死んでいたら恐ろしいことはないと。本来はあんな顔だったわけですね、もう。誰に考察されたんですか、じゃあ。こっち側にあるんじゃないの、じゃあ。お、開いてる。天国に行きたい。そして私は自分の辿った運命を悟り、受け入れました。死んでしまった存在がいつまでもここにいたとしても何も起こりませんから。
私のお話はこれでおしまいです。シャドウゲートみたいな終わり方やな。ですが私はどうして死んでしまったのでしょうか。考察された、誰かに殺されたんでしょう。考察、あ、でもどうなんだろうな。自殺で首吊りもあれは考察なんですかね。殺だ、じゃあ殺だからね、自殺じゃないですから。どうなんだろう。危うい背中的 BGM 高尾まさき、いいネーミングだな。危うい背中的 BGM、 この BGM がそうなのかな。え、これって何、何個もエンドある、もしかして。これ多分エンドに考察、それがわかん、それ何、これヒントなん、もしかして鈴木から。え、これこっからいけんのかな、この辺からね。ちょっとやってみて。開けない。ん？なんか言います。開かないだった気がする。開けるな！開けるな！開けるな！これどっちやろう？これどっち？上から試してみる。それでも知ることをやめられない。あーってなったみたい。連打ゲーだったね、最後は。意味なんてなかったんです。死にたくなるような絶望なんて私にはありませんでした。ただ興味があっただけなのです。人間は死んだらどうなるのか？血の通った体は、内臓は、この思考は、この知りたいという好奇心は、一体どうなってしまうのか気になって、気になって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 しまっただけなのです。死んで腐敗して誰にも見つからず、待っていたのはこんな結末ですか。それでも私はこれを知りたかったのです。知ってしまえば、もう、それこそ、何の意味もありません。しかし、これが私の意思でした。これで意思って言うんだ。あ、終わった。うん。なんだろうな。興味本位でこう自殺しようとするみたいな。真似事して本当に死んじゃったんじゃないかみたいな人って結構いますけども。この人はちょっと違いますもんね。死んだらどうなるんだろうって思って、たまたまなんかこういう、ね、肉体からなんか魂みたいなのを離れてどうなったのかって分かりましたけど、実際はこういうことがあるか分かりません。なのでね、命は粗末にしないでくださいっていうことの意思、ウィルっていうことですよね。はい、ということで新年早々ねほら紅白だからめでたいかなと、赤に白でね、月めてね、なんか珍しい珍しい名前だし、めでたいんだこれはと思って、月めてというゲームをチョイスさせてあげました。皆さん、命は大事に、興味本位で、そういうことしちゃダメ違う、そういうことじゃない、多分。伝えたかったのは、はい。命を大事にしましょう。今年も、よろしくお願いします。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。